こありじゃないですか。あ、ここもいいかもしれないですね。悪くない。ビッグボーナス、ビッグボーナス、ビッグボーナス、およ1000円。また今日も俺が勝ち頭か。いや、おわ、出た映ってないから終わっちゃった。早い、804枚。え、もうそんな取ったの？オーケー、やったー。当たったの？やっと当たりました。665ゲーム、レインボー。5インレイ出てる。この後は 80% 以上あるんですね。なるほどね。 80% もあるんだこれ。 RT 突入期待ではざわどうしたんですか？終わったのいや、同色ビッグ5は 80% もあるんだねって言ったら1ゲームで終わったんですよなんで俺それ知った途端1ゲームで終わったんだけどはい、ということで次セットでございます。よろしくお願いします。あ、この最中になんかポイント貯めとくんだ。そうそんな気がしますよ。あ、でなんかポイント貯めて貯まると天寿に行くんですよね。そう、天寿に行くのはあと引き戻しか。いや、懐かしい。ああ、青葉が成立するまでなのか。そのフラグ引くまで。あら、ピョーチェリーはストックはございませんか。いかがなものか。ああ、いや近かったな。もしかしたらストックしてるかもしれないですね。お色は、あ、ここはもう違うのか。お願いします。あら、強い方、奥義先生牛脂。まあとりあえずまたノーマルでいきましょう。ここ違うかな。1000円で700枚。いやー、すごい。頼むよ、めっちゃ怖いんですけど。うわ、来た。8発？いや、2連目です。まだわかんないですけども、頑張れかすみさん。でここから復活する前があるんですよね、消化中に。ああ、そうだわ、懐かしい。あ、なんだ今の。え、いや、もう一個なんだ。あ、もう一個か。あ、なんか今霊王これ設定したとかあったような気がします。霊王龍飛炎、ちょっとチェックしとこう。あ、ダメかな。復活はなし。あ、でここからですね。あ、やっぱり、ああ、やっぱりってか分からないけど継続しました。やったー、おめでとう。楽しいです。ありがとう。めちゃめちゃ楽しいです。いやいやいや、今のところ22本も使っておりますんで、ちょっとやめて。とりあえず1000枚頑張りますんで。これ揃えないと始まらないんでね。これなんか何セット目が熱いとかなかったっけ？ありましたっけ？また来た。いっちゃん強い人。奥義重視は後半まで演出を楽しみたい方におすすめ。先制してみたい。先制はもうあれっす。来なかったらアウトみたいな。まあほぼほぼ。お願いしますね。ここです、ここです。うわー、やばい、逆転。あー、厳しい。リノのいいとこ見てみたいよ。見せますよ、待っててくださいよ。頼むよ。頼むよー金ちゃん、達也金ちゃん出てくるお願いだよー。まあまあここはいいですわ。うん、ここはいいです。復活を期待しましょうよ。この台はその 66% 以上のループ率でしょ。で、まあ、平均 66% だったら3セットでしょ。でそれを終わっても引き戻しありますんでね。そこがめちゃんこ面白いわけですよ。言ったらこれバトルボーナスよりも面白いんで、僕の中ではちょっと久々にねできるんで、是が非でも引き戻したい。ダメかな。さっきはベッドでね復活しましたけど、ああなしと。でここからですね、ヘッポいっぱい貯めるゲームで、一発目だけ天井が低いんですよ。多分200とか250ヘッポぐらいだったんですけど、なのでほぼ1回はヘップっぽってやつだ。そう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 、思い出した。そうだ、ヘップっぽだ。このゲーム数がまあこの間にヘッポ貯めてきて、ヘッポ何言ってんだおめえ。おざきさんきてヘップっぽ数ふざけてんじゃねえぞ。おいまだマイナスだわ。何言ってんのさっきから。ヘッポって書いてあるんすもん。ヘッポヘッポってヘッポヘッポなんて乗るんだよ。でバトルいったいったいった。でこれで勝てるとまたゲーム数が再セットするんだよね。でまたヘッポ食べるみたいな、この繰り返しさ。ヘッポヘッポうるさいなこれ。D誰さんでしたっけ。はい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 。おおいいですね。いきなりあ主権だから3枚役で 50% か。これいっちゃん強いやつや。おおピヨン言った。ピヨンってことは3枚ベル以上 50%。 はい、あここはい、あもう1ゲームあるんだね。どうですか。やったー。おめでとう。ありがとうございます。ヘッポありがとう。ヘッポありがとうございます。ヘッポ。でこのまま。ヘッポの件。あともう一件。ヘッポちょっとやめてもらっていいですか。それ違うんで。争点ですからね。よしよし、またなんかいた。これ60%で勝利。やったー。馬をですね。で次が80%でございますんで、3枚役引けばね。でちなみにこれ外れても。この相手だと 25% ぐらいで勝ちますんで、ボン引け引け引け。よっしゃー。何倒せばいいんだっけ。4人です。で2ゲームあって3枚ベル引きは 70% ですから。どうだい。オーラつきじゃん。オーラつきだよ。もしかしたら勝ってるかもしれないですね。10何パー今勝ち取ったかもしれない。お願いしますお願いしますお願いします。ああやってた。ただあと1人あと1人。もう1回バトルさえ持ち込めば大チャンス到来と。なんかヘッポランプとかあるんですよ。ふざけてるよな。違う違う違う、普通にあるんで。何がっすか。ヘッポランプっていうのがあるんです。ヘッポいっぱい貯めるゾーンが。ヘッポヘッポヘッポよ。だって書いてあるんですもんヘッポって。これ大々的に。赤が滑ってきたよほら。あ止まった。当たった。ほらほらもう最速手順も俺発見しちゃったもんね。しちゃったもんね。発見しちゃったもんね。いやー、あ、お。ああ、ヘッポランプ入った。ランプ、ヘッポランプ入りましたよ、皆さん。めっちゃんこを連打です。ああ、めっちゃランプしてます。100ヘッポゲット。1枚にも並べやつゲットして喜んでます。いやいやいや。おーい、仲間でしょうよ応援しなさいや。なんかこの映画おカットインやった。示唆をしてた気がする。スエンジェルで確かこの映画ヘッポスターしてた気がするんだよね。それヘッポスターと高ヘッポとか中ヘッポとか何それ示唆出るんだらしい。ヘッポスターほら310私の誕生日高ヘッポの感じでちょっとで、ここからですよ。うわ、頼む、マジでバトルいかないと、本当キス。ヘッポランバー入ったんだよ。うわー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 、ちょっと前。言うよ。あ、猿王赤文字、これは大チャンス。よしよしよし、あ。またヘッポランバー入りましたやりましたよ。頼むよ。よし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 、ありがとう、やりました、ありがとう、おめでとう。戻した、やった。ここでよし、ようやくチャンスだ。2回目のただ持ちこい大事だな。ここめっちゃ大事ですね。そこ次第だね今日は。トッパー率アップ、青が4個の赤が2個。何やってんだこのヘッポみたいなやつ出しやがってよ。ヘッポみたいなやつだふざけやがってよ。だから想定をバカにするようなことは言わないでください。これはダメそうだなこれは。あーダメじゃないもんね。ダメじゃないもんね。当たってるもんね。こちらただいま喫煙ブース知ってますよ、聞こえてます。全員1名の喫煙ブースに1人でも売り込んでいる